はい、ということで今回は自分が持っているドリルハウスを全て紹介します。なんでこんな持ってんだよって思う方もいると思うんですけど、普通に趣味として集めてて1年前ぐらいから集め出したんですけど、全て自分のアルバイトしたお金で買ってるものなので、全然お金持ちとかそういうのなんでもないんで、そこら辺はご了承ください。ジャスティン・ビーバーに TikTok とかそのインスタのストーリーに自分が載せられてなかったら、多分ここまで絶対に集めてなかったと思います。こんなにハマったブランドは本当にドリューハウスが初めてで、最高っす。もう最高のブランドなんで、皆さんもね、まあこれを見てもし興味を持った方がいれば、まあよかったら買ってみてください。ということで早速紹介していきましょう。最初は小物系から紹介します。まず一つがこのビーニー、トリューハウスのビーニー、トリューハウスのキャップ。このネクタイがこの前初めて発売されて、確か7000円ぐらいだったんですけど、まあ一応買いました。トリューハウスのスケボーの板、これめっちゃ可愛いですよね。これは一つはスケボーとして使ってるんですけど、この二つは壁とかに飾ってあります。これは多分もう一生使わないかな多分。はい、続いてはこれです。ドリューハウスのキーホルダー、これめっちゃ可愛いです。これもこの前発売されたやつ。靴下系で言います。ちょっともう結構履いてるんで汚いんですけど、これが一つ。これ結構長くて、ハイソックスのドリューハウスの靴下です。これが黄色、あと黒が一つ。でこのピンク、ピンクが一番可愛いんですけど、ピンクが一つ。はい、続いてはスリッパを紹介します。一つがこれです。これはもうめっちゃ汚いんですけど、外用として使ってます。でこのサイズがスモールとラージサイズがあるんですけど、自分はスモールサイズを履いてます。だいたい27センチぐらいまでの人はスモールサイズがいいと思います。もう一つがこのマゼンタ色の、これは新品で履いてはないですね。続いてはこの白のスリッパ、まあスリッパといったら白が定番かなと思うんですけど、これも同じく全部スモールサイズです。これめっちゃ可愛い。で低反発なんですよ、ここが。なんで意外としっかりしてるんで、歩いてもあんまり疲れないです。なんで結構おすすめです。確か4000円ぐらい、あれそんなしたっけな、確か4000円だった気がします。はい、次はこの最近出たクロックスです。これは何回も動画で紹介してるんですけど、ドリューハウスとクロックスのコラボです。これは外用として履いてます。はい、ようやくなんですけど洋服を今から紹介します。先にサムネ取んないと。違うの、なんか違うの。なんか間抜けっぽい。分からん。一つ目は紺色のパーカーです。これは XS サイズを買って、自分167センチなんですけど、 XS だと結構ちょうどいいかなっていう感じのサイズ感です。二つ目はもう一番大好きなカラー、青のパーカーです。これは S サイズなんですけど、 S サイズですと結構ビッグシルエットで着れる感じのサイズ感で、ちょっと着丈が長いです。約70センチぐらい着丈があるので、ここら辺のお尻が隠れちゃうぐらいなんで、自分はこれからは XS サイズを買おうかなって思ってます。こちらは水色のパーカーです。これもいい、 めっちゃいい色っすよね。これも S サイズ、はい、これが水色、これもよく着ます。はい、ということで4つ目がこれです。これはジップのパーカー、前にドリューって書いてあって、後ろにリスちゃん、はい、リスちゃんがいます。これも S サイズ同様です。これはこのパーカーはジャスティンがインテンションズのミュージックビデオで着てたものになります。これです。これはね結構珍しくて、これドリューハウスが確か最初の方に発売されたパーカーで、インスタで見た中だと持ってる人が見たことないんで、これは結構レアかなと思ってます。色もめっちゃ可愛いですし、この風船のね
可愛いんですよ。6個目はこのパーカーね。このパーカー結構特殊で、まあ柄も特殊なんですけど、ここがね切りっぱなしになってて、これも動画で紹介してるので、ぜひよかったら見てみてください。 XS を購入したんですけど、これはちょっと失敗して、丈が切られてるということを知らなくて、ぴったりなサイズ感になってしまいました。これは、はい。続いてはこっちか、ここかな、スウェットパンツです。ドリューのスウェットパンツ、こちら S サイズなんですけど、これも確か1万円ぐらいしました。これは結構まあ部屋着とかに着てます。続いてはこれね、さっきパーカーを紹介したんですけど、このセットアップのハーフパンツの方です。こちらは S サイズで、結構メッシュっぽくなってて、まあ夏には最高なんですけど、今この時期はもう寒すぎて履けないです、はい。続いては、はい、こちらです。ちょっと見えづらいかな、これドリューってね実は書いてはあるんですけど、この生地がなんかちょっと言い方悪いけど、1年間使い果たしたタオルみたいな生地で、ちょっと言い方マジで悪いんだけど、なんていうんですかね、これも確か1万円ぐらいしたんですけど、正直これ届いた時になんか生地にしては高いなって感じで、でも可愛いんで自分は全然着てます。これで一応パーカー、そしてスウェットパンツ、ハーフパンツは終わりです。続いては T シャツ、こちらです。実はこの絵のスケボーの板も持ってて、一緒に買ったものなんですけど、これもあんまり持ってる人がいなくて、でこれもめっちゃ偽物とか出回ってて、この結構レアな T シャツかなって思ってます、勝手に。続いてはこのマゼンタ色の T シャツ、これはねジャスティンもよく着てる色でしたんですけど、これはね正直ねめっちゃ目立つ、超目立つけどめっちゃいいカラー、これはよく夏とかによく着てたりしました。で冬になると結構インナーとして使うこともできる、中を下に着てちょっと出すっていう感じの使い方もいいかなと思ってます。はい、次はこれ T シャツの中で多分この色が一番好きかな、紫のドリューハウスの T シャツです。これはメルカリで買いました。もうどうしても買えなくて、 T シャツの中ってこれが一番好きかも。続いては、待って、俺これも一番好きなんだけど、どっちもし、はい、続いてはこの T シャツ、これはもう超シンプルよね、ドリューって書いてあって、もう白で、もうなんていうんですかね、スプリームでいうボックスロゴみたいな感じだと思います。超可愛い、これこれも一番好きかも。ちょっと待って、やばい、好きなやつばっかりじゃん。はい、次これです。これはこのドリューのこの T シャツは初めてドリューハウスで買った T シャツなんですけど、もうね世界一気に入ってる。待って、もうさっきも気に入ってる。もうねとにかく一番大切にしてる T シャツなんですけど、ジャスティンが去年の夏に東京に来たんですけど、その時にジャスティンが着てた色の T シャツで、しかもサイズも M サイズで全く同じなんですよ。これは結構思い入れの強い T シャツです。続いてはこちらの紺の T シャツ、これもめっちゃ可愛くて、あそこにあるパーカー、ちょっと見えないかもしれないか、あそこにあるパーカーの色と同じです。これも可愛い、これはでもあんまり着てないかな正直。あれ、これで T シャツ終わりかな、あ、まだあるわ。続いては闇の曲がリリースされた時に記念の T シャツとしてドリューハウスからこの闇っていうね T シャツが出たんですけど、これもここにねさりげなくドリューの、これイチゴなんですか、サクランボなんですかね、あって、かわいい、これこれもめっちゃお気に入りかも。全部お気に入りか、ね、もう全部お気に入りなんですけど、はい、ラストはドリューのロゴのロンティーです。使用感めっちゃあるんですけど、くるってなっちゃったり、これもねめっちゃ色がね綺麗だからよく着てます。終わった。あ、待って、ぬいぐるみ紹介してない。で紹介し忘れてたんですけど、ドリューハウスにぬいぐるみがあって、1つ目がこのダイナソードリューっていうのかな、可愛い、とにかくこのデザインの洋服パーカーとかもあったりします。自分はちょっと持ってないんですけど、はい、これが一つ。こちらドリューのクマちゃんです。多分正式な名前があると思うんですけど、ちょっと忘れちゃいました。リスです。こちらはこのパーカーと、あ、パシャパシャパシャ、このパシャパシャ、このパシャパシャ、このパーカーと同じデザイン、これも可愛い、
これだけちょっとちっちゃいんですけど、全部値段が同じで確か4000円ぐらいで販売してました。これも超お気に入り。はい、また最後に忘れてました。はい、ドリューハウスといったらもう結構ステッカーっていう感じもあるんで、ステッカーももちろんめちゃくちゃ持ってます。まず一つこれ、これはクロックスのキーホルダーと同じデザインのステッカーになります。これが一つ、このステッカー、これもめっちゃ可愛い。でこのステッカーは普段発売されてるステッカーに比べてちょっとちっちゃいんですよね。やっぱ同じだ。続いてはこれ、このステッカーをちょっと使っちゃったんですけど、ここにピザとポテトのステッカーがありました。普段は、はい、これも結構最初の方に発売されたステッカーです。はい、続いてはこれ、これステッカーの中だとこのシリーズが一番好きですね。特におすすめなのがこれ、これめっちゃ可愛い。はい、これですね。はいはい、続いてはこれです。今はもうなくなっちゃったんですけど、前まではこうやってなんか洋服とか T シャツとか、洋服とか T シャツと同じか、フーディーとか T シャツを買うと毎回このドリューのステッカーがついてきたんですけど、1枚だけど、今はもうついてなくて、はい、なんでだろうって感じなんですけど、これもめっちゃ可愛いですよね。であとはちょっとね、崩れちゃったんだけど、崩れてはいるんですけど、こんな感じのドリューのステッカーを額縁に収めて、はい、こんな感じでいつも飾ってます。ちょっとこれ開いちゃってるんですけど、はい、こんな感じでやってます。はい、ということでやっと終わりました。ちょっとね、どんな感じの動画になってるか分かんないんですけど、もしね、もう超見づらかったり、ちょっともう一回紹介してほしいって言われたら、本当にまた改めて時間を取ってね、紹介したいんで、今回の動画ちょっと見づらいかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。今日この撮影日にドリューハウスの販売があったんですよ。でそこでこの2つを購入しました。なんでそれも届いたらまたね、紹介したいなって思います。もうめっちゃ汚い。ちょっと一回見せよう。はい、めっちゃ汚いです。はい、こんな感じで、まあちょっと、はい、全部片付けて洗濯したいなって思います。はい、ということで今回は全部このね、自分が持ってるドリューハウスを紹介しました。インスタグラムでは結構ね、ドリューハウスのプレゼント企画とかをやってたんですけど、 YouTube でもね、やろうって思ってるんですけど、まあ、今登録者が大体640人ぐらい登録してくれてるんですけども、1000人いったらまた YouTube でドリューハウスのプレゼント企画をしようと思ってるんで、よかったら皆さん拡散して、もうインスタのストーリー拡散したり、あの TikTok に載っけてくれても全然いいんで、1000人いったらまたね、今回は YouTube でプレゼント企画をしようと思ってます。まあ、いつ行くか分かんないですけど、はい、これは絶対やるんで、皆さんよかったら拡散してください。そして今見てくれてる皆さん、よかったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。本当にもう高評価とコメントが一番本当にやる気が出る。そう、高評価多いと、あ、この動画いいんだなって思ったり、コメント多いと、あ、みんな気になってくれてるんだなって思うんで、そう、皆さんもう何でもいいんで、おはようとかおやすみなさいとか、そういうコメントでもいいんで、はい、よかったらコメント高評価お願いします。で、あ、そうだ、インスタと TikTok もやってるんで、もしなんかドリューハウスの写真とか気になる人はインスタのフォロー、そして TikTok ではドリューハウス以外にも結構スニーカー紹介したり、まあ、髪の毛のセットの仕方とか、そういうのもやってるんで、みんなさ、フォローしてください。ということで今回はこれで終わります。ここから片付けたよ。Thank you for watching video.